ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン。どうも。うんこをすりつぶし。じいさんです。はい。それはそうです。ハリツアーご視聴です。はい。今日はですね、カラバートーク、ね。JFN パーク、ちょこちょこパーク、シーズン2。西鯉が、昨日オンエアされたかな？昨日オンエアされたということで、はい、西鯉の松則さんに、ちょっと電話してみましょうかね。JFN パーク、ちょこちょこパークシーズン2の、まあ、反省会じゃないですけども、はい。電話してみましょうかね。はい。はいはい。電話してます。もしもし。ああ、もしもし。もしもし。おう。どちらさんですか？西鯉の長谷川正則ですよ。おう、何してた？いや、何もしなかったですね。携帯、スマホをいじって。おう。はい。バックトゥーザフューチャー。うん、ちょっとだけ見ました。何それ今バックトゥーザフューチャー見んの？いや、テレビでやったんですよ、ちょうど。あ、そうなの？はい。金曜ロードショーで。はい。なるほど、なるほど。ちょげちょげパーク。あ、あれっす。カラバトークですよ。カラバトーク。はい。で、ちょげちょげパーク。はい。シーズン2の、西鯉の回が、はい。さっき流れたということで。はい。電話してみました。ありがとうございます。聞きました？聞きましたよ、もちろん。あ、そう。はい。どうやった？いやー、面白かったです。自分で面白かったっていうのもあれですけど。いや、面白かったよ。本当ですか？ありがとうございます。いや、なんか、はい。何？いや、なんかやっぱりそれぞれ、いや、やっぱそれぞれ色がありますよね。あ、あるあるある。あ、今までもね。ちょこちょこパークの方でしょ？そうです、そうです、そうです。あるな、確かにな。はい、まあシーズン1を終えて、今回シーズン2でレギュラーで始まって、うん。はい、他の人たちも、はい、聞かせてもらったんで。うん。はい。まあ、基本だったら、まあ、西鯉の会はもう、まさのりのバカさをこう。ねえ。そうですね。そういう会だからさ。はい。いやー、ありがたいです。ねえ、立って寝ちゃうんだもんな、ね、ってすごいよな。そうですね。まあ、いや、あの時、いや、で、今はさすがにないんですけど、あの時は、深夜のバイトをやってたんで。うん。なんかもう、体内時計がおかしくなってましたね。今は大丈夫なの？今はさすがに、はい、立って寝ることはないですよ。昼間は、起きて夜寝てるっていう、サイクルなんで。いや、嘘、嘘、嘘、お前嘘だよ、嘘つくなよ。ありえねえ時間に起きて、お前、ありえねえ時間に寝てるやんけ、お前。あ、ちょっと、いや、今からちょっとまた、ちょっと乱れ始めてますよ。だってお前、こないだ、なんかで、LINE した時さ、はい。夜中の2時だよね。夜中の2時ぐらいに LINE したときさ。はい。今起きましたっつって。そうなんですよ。今は、なんか、早く寝ちゃうんですよね。なんか、寝るのが早くなっちゃって、それで変な時間に起きてるんですよ。夜中2時。じいさん、めちゃくちゃじいさんやん。いや。それでまた寝て、それでまた起きてみたいな、ちょっともう刻んじゃってるんですよね、睡眠時間が。あ、刻んじゃってんだ。はい、だから10時ぐらいに寝て、なんか2時に起きて、またそっから少し起きて、また寝て、また4時に起きてみたいな。短い1日がめちゃくちゃあるってこと？そうですよ、ほんと。ね、それ起きるやん、例えば2時にな。はいはいはい。これ何時に寝んの？夜中の。2時に1回、
はい、2時に起きて、それでなんかまたいろいろスマホいじったりとかなんか見たりとかして、うん、で、またその、だから4時とか5時とかにまた寝て。え、1日に2時間とか3時間ってこと？いや、いや、また、そっからまた、あれですよ、また寝ますよ。だから、うん、10時に寝て、うん、2時に起きて、うん、またその、4時に寝て、またその、8時に起きて、うん、みたいな感じですよ。ええー、じゃあ何、なんかあれやな、その、力尽きるって感じか。え？力尽きるって感じ？力尽きるっていうか、いや、なんなんですかね、なんか、その、なんか刻んじゃうんですよ。刻むってあれ、どうせあれやろ、あの、起きて、オナニーして、ほんで疲れて寝てだろ。それで力尽きてるってことですか。おう。いや、それ、それだけど、さすがにその、あれですよ、一回しかできないですよ、その、しこるのはいくらなんですか。あと貧乏だからさ、はい。あの、起きて、起きるとあれじゃね、飯、腹減るからでしょ。いや、それで、なんか、ちょこちょこ食べたりとかもしますけど。だから、その、あれ、もう、貧乏で何も食うもんがなくて。はい。パンしかないじゃん。いつも。いや、師匠の中で僕はこのパンしか食べてないみたいなイメージありますけど。パンと、はい。メロン水でしょ。いやいや、メロン水は、その、一回しか飲んでないですから。嘘。はい、その、お金ない時に、その、だけなしの、あれ。もう、笑った、あれ。ジャック豆山にあれだろ、300円借りて。はい。なあ、300円も、あの、直で渡されじゃなくて、あの、ポストに貯金箱みたいに。いや、直に会って渡してくれりゃいいのにな。いや、でもなんかちょっと、その、いや、向こうもちょっと腹立ってたと思うんですよね。300円借りんのかいっていう。あ、腹立ってたんだ。それもあるし、その、だからちょっとあれじゃない、頑張り触れ合わないようにしたんじゃないですか、この時期。いや、嘘、それを触れ合わないようにしたとかじゃないでしょ、別に。ただ単純に腹立ってたんでしょ。いや、でも、その、なんですかね、まあ、その、時間、その、結構だから、その、お金、僕も1000円だけとか、借りたりとかするんですよ、ジャック豆山に。おうおうおう。交通費なくてとか。うん。それで、僕も、まあ、返すときに、まあ、返す、まあ、時間帯で行ったりいなかったりとかもするんですけど、はい、豆山が。おうその時に僕もそのポストにその千円札ポストに入れたりとかするんですよ。ああ、まあ、裸で。あ、裸で。はい。で、その、いや、だから、そうなると、なんか ATM じゃないんだからって、その、豆山に言われたことありますけど。おお。はい。じゃああれやな、その ATM じゃないんだからの、こう、もう一丁ディスってさ、貯金箱じゃねえんだからって言ったんだろしょ。そうです、そうです。なるほどね。はい。あっちもあっちだよな、そんなんな。いや、別に300円じゃなくて、まあ、500円ぐらい貸してくれいいのにな。あっちもきつかったよ。そうなんですよ。いや、だからそこまできつかったのかなと思って、あんま変わらないですもんね、300円とか。まあな、300円も500円も、はい、そこまで変わる。まあ、1000円ぐらい借りりゃな、別に、あれだったでしょ、バンバンズだったでしょ。いやいや、そりゃそうですよ。1000円ぐらい貸してると思ったでしょ。いや、思いましたよ。1000円は入ってると思います。だから300円しかなかったから、その、いかにお腹いっぱいにして自分を満足させるっていう、もので、コンビニで、その、探して。ペヤングね。はい、ペヤングのでかいやつ。二玉入ってるやつでしょ。そうです。それで腹いっぱいにさせます。あれ、うめえけどな、だ、二玉入ってるから、二玉、ほぼほぼ、俺全部食えねえけどな、俺。いや、だからお腹いっぱいでちょっと満足なんですけど、ちょっと気持ち悪いというか。もう、味は好きなんだろうな。ああ、いや、美味しいです。味は好きなんだけど、二玉はやっぱ食えねえっていうな。師匠、メロン水は飲んだことあるんですか？いや、メロン水最近はないよ、そんなの、お前。メロン水自体ないかもしんねえな。いや、
僕も初めてですからね、そんな存在すら知らなかったですから。あの、100均でしか売ってないでしょ、メロン水なんて、お前、あれ。いや、でも、いやいや、コンビニに売ってたんですよ、その、セブンイレブンに。あ、そうなの。はい。で、100円で紙パックで1リットルだから、うん、その、一番その、いいなと思って、安く、はい、あれついたやつ。あの、キャプテン渡辺？はい。キャプテン渡辺がさ、ネタ見せにさ、はい、昔のキラッキラズ時代よ。ネタ見せに行くのに、はい、金ないと。はい、で、家からね、はい、電車、事務所に行くじゃん。はい、電車賃ぐらいしかなかったんて。うん。で、あっちにさ、ネタ見せ行ったらさ、飲み物欲しいじゃん、やっぱ。はいはいはい。でも、飲み物買うお金がない。はい。だから、家にこう、ある、冷蔵庫の中にある、紙パックの2リットルのジュースがあったんだって。はいはいはい、はい。で、それ、口開いてるやつよ。はい。それ、口開いてるやつを、ね、その、家の中にある長細いビニール袋は入れて、それをこう、事務所まで持ってって、それを飲んで、それをまた家に持って帰ったっていうな。忘れもしないわ、俺。だから、僕、それは話でしか聞いたことないですけど、だ電車の中に紙パックの飲み物を、なんか、持ってたってことですよね。そう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 。普通、ペットボトルとかならわかりますけど、ペットボトルならわかるけどな。はい、紙パックを移動で持ち歩くって聞いたことない。かっこ悪いよな、だから紙パック持ち歩くの。かっこ悪いっていうか、はい、だからなかなかキャプテンの強者ですよね。紙パックってだって家用だもんな、だってな、そんなもんな。なかなかそう、持ち運ぶもんではないですから。そう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 。そう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 。今は何、お金大丈夫なの？今は、はい、そう、なんとかその、まあ、大丈夫ですよ。だからあの時は本当に究極に、その、ソニーの給料日が25じゃないですか。うん。それが、その、土日絡んで、だからずれたんですよ。28だから。それで、ちょっと計算が狂って。その時のソニーのお金いくらやったの？給料ですか？うん。その時、いや、でも3万くらいじゃないですか。あ、3万は一応もらえるんだな。はい、ぐらいだったとは思うんですけど。はい。だからそれまでがちょっと足りなくて。はい、普通さ、お前いくつだっけ?40?48 です。48でしょ。はい。もうすぐ50だっつってるやつがさ、はい、あの、言うたら、あの、主軸の給料、本職の給料がさ、はい、3万円って。地獄ですな。まあまあ、俺もな、R は取る前はそのぐらいだったけどな。だから、その、師匠がそこまでその、なんていうかね、お金なくて、うん、そこまでその、貧乏飯というか、そういうのって、ないですか、まあ、聞いたことないですもんね。いや、俺は、まあ、あれやん、結婚してたからさ、もう。ああ、いや、でもその前とかは、ちゃんと、でも、あれですか、ちゃんと計算して。いや、前はね、結婚する前はあれよ。はい。ソニーの初期はすげえバイト入ってたから、そのコールセンターでさ。はい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 、はい。給料いいんだよ。うわー。ほいでさ、それがちょっと、本業がちょっと忙しくなったからさ、はい。コールセンター辞めて、うん。で、そっから言うたら、路頭に迷ったよな、そのビーチ部とか住み出してさ。もうそっからもう全然あの時一番お金なかったです。ない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 、金ねえよ。だってみんなに怒ってもらってたからな、後輩に。そんな時期あったんですか、師匠。いや、あったあった。渡辺隆とかよく怒ってくれてたよ。マジっすか、僕それ、初耳っす。いや、俺はさ、別に、渡辺隆と、はい。まあ、仲良かったけど、その、なんていうの、はいはい。俺から、今日、渡辺ちょっと飯行こうやっていうことは言わないわけよ。うんうん。俺ビーチ部住んでるから、はい。渡辺がライブで来るわけじゃん。ええ。ほいで、あ、師匠、ちょっと行きませんって言われて、いや、金ないんだよ。じゃあ、ええよ、僕出しますんで行きましょうよってなるんだよ。ああ、はいはいはい
そうそう。で、ちょっとさりげない感じ。うん。先輩の方から金なくてさ、行こうやっつってさ、金ないって言うんだったらさ、地獄だけど。はいはいはい。うん。僕知らなかったっすわ、その話。そうそうそう、そんなあったよ。でも、うん。だから、たかしは、うん、師匠と飲みたかったし、話したかったんですよね。あ、まあな、そうだろうな。だって、僕、たかとしもたかいるじゃないですか。うん。たかも、やっぱり、うん、その、先輩と、先輩に話したくて、誘うらしいんですよ、先輩を。うん。でも、先輩が金なかったりとかしても、うん。とにかく話がしたいから、先輩と。おうおう、だから、いや、僕出しますからって言って、先輩誘って飲みに行ったっていう話聞いたことありますね。それどうせあれだろ、お前、ショーハンティングだろ、お前、それ。その先輩ってやつ、お前。ショーハンティングはあんまり調べてないんですけど。いや、ショーハンティングさんではないですけど、東京来てからですから。あ、そうなの。はい、ショーハンティングは札幌時代は、ショーハン兄さんは、ちょっと稼いでましたからね。あ、そう、あ、そうやな。売れてたもんな、はい。札幌でな。そうですね、札幌では、はい。いや、っていうか、札幌ちょっとやってりゃよかったよな、あの人らな。そうですね。まあ、今でも、まあ、解散して、その、一人や、その、辰巳兄さんは、札幌で、その、芸能活動もしてますから。あ、そうなの？そうです、そうです。番組出たりとかしてますから。いや、だから、まあ、っていうか、東京に出てくるっていうことをせんかったら、コンビでずっとやってたんちゃうの？いや、まあまあ、札幌で、はい、その、ちょっとお仕事はしてましたからね。まあ、どうなったかわかんないですけど、はい。だから、まあ、でもしょうがないから、こう札幌でちょっと調子良かったから、あ、じゃあ東京でってなるか。ちょっとまあ、ね、勝負かけたというか、まあそういうのもあったと思うんですよね。いや、でもまんまと失敗してるわけやろ、それ。結果、まあまあ、解散になっちゃいましたけど、いや、俺はで、ショーハン兄さんは別に俺知ってる仲やからさ。え？だってテイクオフじゃん、だって。宮本さん。そう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 。いや、知ってるよ。え？でも、ショーハンティングとしてこっち来てからはお会いしてないですよ。ああ、こっち来てからはないけど、一回ショーハンティング、じゃあ女子モードの時にさ、はい。G メンスで札幌の事務所の、ライブ劇場、はいはい、すげえなんか舞台が高い劇場じゃなかった？どうして舞台が何ですか？舞台が高い劇場じゃなかったっすね。ああ、ペニーレーンですね、きっと。よくわかんないけど。で、そこに行ったのよ。はい、はい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 。その、お出かけは、みたいな感じ。お出かけネタライブみたいな感じでな。はい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 。で、二組くらいかな。大阪から呼ばれただよね。はいはい。で、ショーハンティング兄さんいたよ、その時。あ、じゃあその時会って話とかしてるんですね。うん、そう、一応ね、その時MC してもらって。はいはいはい。で、終わってから。ええー。なんか、ね、普通そういうの、打ち上げとかあんのかなと思ってニヤニヤしてたら。ごめん、打ち上げないねんって言われて帰られたな。あ、そうなんすか。そう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 。へぇー。ありそうなもんですけどね。いや、なかったよ、あの時。うん。え？その、札幌、だから、その、大阪時代は、その、辰巳兄さんとも絡んでるんですか？いや、辰巳兄さんだっけ。何兄さん？あ、宮本さん。宮本さんは、テイクオフでな。はいはいはい、はい。うん。別、そんなに話はしてないけどな。じゃあまあまあ、そっちがまあまあ知ってはいたってこと、ね、うん、チラッとね。そうなんですね。そうそうそう。いや、辰巳兄さんは今その札幌でそのお店もやってるんで、飲み屋。あ、そうなの？はい。だからもし、はい、一緒に師匠と北海道とかね、もしお仕事で行くことはあったら。あ、そうだな。いや、全然行きたいですけどね。うん。はい。だから僕、多分、その、G メンス来た時に、僕、多分、いないんで、うん、初期の頃というか、だと思いますけどね。初期っちゃ初期なのかもしんないけどな、まあ。まあ。G メンスだからな。その時何？マッサージ部やったの？マサマサ気乗りやったの？
まさまさひまりが、まあ、オーディション受けてたか、受ける前か、とか微妙なとこだと思います。いや、っていうか、まさまさひまりっていう芸名なんやねん、それ。いや、これだからその、まさのりとまさきの、あの、うまいことをやって、まさまさ。いや、うまいことやってっていうか、やっぱまさのりクオリティだね、まさまさひまりっていうのかな。まさのりクオリティ。お前がいいそうやんだってすげえ、まさまさひのり。はい、そうです。まあ、これが、まあ、評判悪かったんですね、このコンビで。いや、イカボーイは別に、まさまさが決めたら、あ、いいよいいよって言いそうやもんだって。まあまあまあ、そうですね。まあ、すんなりそれで行きましたけど、だけど、その、なんか、周りの評判が、そのコンビ名がなんか覚えづらいっていうので、一回聞いて覚えれないんですよ、その、あの、はじめまして、はい、まさまさきのりですって言ったら、え、何あの、まさまさきみどりとか、そう、なんか、もう入ってこないじゃないですか、その、初めて聞く言葉だから。おうはい、そんな、ありましたね。はいやいやいや。で、そうです、そうです。じゃあ、あの、ん？はい。おいで。札幌したのって、その時一回だけですか、チーム。そうやな、うん。ああ、そうなんですね。それ以外で北海道っていうか、仕事で行ったことはなかった？いや、ないんちゃうかな、俺。あの、あれ、ソニー入って、から、もう、北海道でのお仕事ってないですか？いや、ないかもしれない。一回か二、一回、でも、本当に一回か二回ぐらいしか行ったことないな。R1 で優勝してからお仕事増えて、その結構そのなんていうかね、営業いろいろ地方、営業でいろいろ地方って行ってるんですよね。いや、行ってんだけど、はい。札幌はないんじゃないかな。そうなんですね。行った覚えはないな、札幌。札幌ってやっぱ飛行機で行くじゃん。はいはいはい。電車じゃ行けないでしょ。電車もあるんですかね、僕もよくわかんないですけど。青函トンネルとかって、なんかって。行けるやつあるんじゃないですかね。え、あの、札幌って、北海道の中でしょ？そうです。あ、そうだよな。はい。あの、青森のとこって、なんていうとこ？釧路？いや、いや、僕はあんまりよくわかんないです。いやいや、俺より詳しいはずやろ、そんなもん。いや、僕は、いや、そんな詳しくないですよね。はい。そうね。はい。まあまあいいよ。はい、それで、結局あれは全部聞いたってことか。なんすか？あの、JFN パークは。いや、聞きましたよ。笑いましたよ。あの、だから今度、その、ちょっとメンバーちょっと変わるじゃないですか。メンバー？はい。今度出るのは、あの、梅ちゃんとか。うん。昨日収録したよ。あ、もう終わったんすか？うん。あ、そうなんですね。いや、僕、どういう組み合わせかなと思って、梅ちゃんとキャプテンと豆と、あと誰ですか？梅ちゃんと、あ、西村。はい、ああ、そうだ。西村行ったんだ。で、キャプテンと豆山。はい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 。ああ、なるほどなるほど。あ、そうか。そうですね。そう。いやー、それもなんかちょっとなんか、あ、面白そうだなと思って。いや、面白かった、面白かった。あ、本当ですか。うん。いや、ちょっとなんか、やっぱちょっと変わった形だし、この、師匠の、この、まあ、師匠、僕がいて、その周りが毎回変わるっていう。いや、その形も面白いなと思って。いいよな、あれな、別に、その、マンネリ化しないよな、あれだったらな。そうそうそう、ちょっとワクワクしますけどね、聞きたいって思うから。そうそう。ゲストっていうレベルじゃないんだけどな、ゲストっていう感じじゃないんだけど、そのアシスタントが変わるっていうな。はい、だからまあ、その、スタンスっていう感じでいいですよね。そうそうそう。いや、いいですよ。え、あの、ちょびちょびベスト3は、コーナーは、引き続きあったんですか？まあ、一応あったけどな。あったんだけど、まあ、いろいろこう、リスナーのおはがきのコーナーとかあるじゃん。はいはいはい。あっちをちょっと読んだ感じかな。うん。ああ、なるほどなるほど。うん、まあまあ、それは、勉強編で、あれそうそうそう。いや、楽しみですわ、また。他の人が聞くのも。うん。で、今、あれだよ、ほんと、今なんだっけな、はい。今5位じゃねえかな。ああ、今現在。うん、今現在5位だよ。ああ、
ょっともうちょっと上げたいですね。今日と明日ね。多分明日ぐらいでちょっと、もうちょっと詰まるんじゃないかな。ちょっとはい、ちょっと聞いてもらえる。あ、今3位だ。あ、ほんとです？今3位になった。ええやん、ええやん。だからその、ええやん、ええやん。あれですかね、やっぱちょっと遅い時間帯になってもテレビとか終わってみんな、その、ラジオ聞く時間帯に入るんですかね。あ、まあな、寝る前とかな。そういうことじゃないですか。うん。3位ですわ。よかった、3位入って。うん、いい感じ、いい感じ。あの、チャーミングの時は3、あの4位だったんだよね。最高位ですか？ 3 位、あの、そう、チャーミングの時4位だったよ。最高ですか？うん、最高4位。あ、そうなんですか。ダーリンズの時が最高1位で、チャーミングの時、いいね、そう、チャーミングの時が最高4位。で、ゆっくんとホンマンキットの時が最高3位。はい。あ、そうなんすか。そう。今このペース結構いいっすよ。あ、ほんとですか、うん、いやー、これちょっと1位まで上げたいですね。上げたいですね、これね。上げたいっすよ、ほんと。うん、いや、だけど、チャーミングの時めちゃくちゃ笑いましたけどね。まあ、笑った笑った。俺も笑ったよ。あの、神がかり的な流れで、ペッパー君に負けてるだろうと。流れのピンクとピンクのあれちょっとね、あの時間帯でなんかちょっとめちゃくちゃ良かったですけど、良かったよな。でもあれ4位なんですね。4位、まあ別にね、4位でもいいです。4位でも結構すごいらしいよ。だから全番組何組あるのかわかんないですけどね。で、今ちょっとあの聞いたんだけど、結構ね、なんか、新規参入が多いからなかなかしんどいらしいよ、今。なるほど。うん。なんか新規参入の人が結構増えたから、はい。なかなかこう上位が難しいっつけど。芸人も何組かいるんですよね。芸人いるよ。なるほどね。ちょっと異色ですからね、この師匠のやつが、そのアシスタント変わるっていうのもそうだし、その中身的にも、多分ちょっと他とね、ちょっと、差別化ができるというか。でもさ、はい、世間のさ、こう、なんて、時事のこと全く触れてねえけど、これ、それもそれでどうかなと思うんだけど、言っちゃいいか、別にな、そんなんな。そう言われたら、確かにラジオって、ちょっと世間の話しますよね。そうやろ。今何が流行ってるとか、今これで大変だよね、とかって。そうそうそう。うわぁ、言われてみたらもう前回今のところ、それ一切触れてない、ね。一切触れてない。まあ、だからなんだろうな、そのなんかな、今こう、今、まさにのさ、はい、文春とかで取り入れてる、その、ニュースとかさ。はい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 。触れてこう言ったって別にな、俺レベルのやつがそんな言ってもなと思うだよね。だからまあ、あえて触れない方がいいかなと思って触れてねえだけどね。確かに言われたらそうですね。ちょっともう気づきませんでしたけど。うん。まあそんな触れずにバカ話してる方がまあいいかなっていう感じだよな、でも。でもそんなにまあ、そのなんていうんですかね、話す話があるかなとも思いますけどね。ああ。なんか大抵そのなんか、まあ、特にエピソードとかなんか話す話なければ、その世間のニュースして、そこで何やかんやっていう話はできるじゃないですか。まあでも、おいおいな。おいおいそういうのしててもいいんだけど。そうですね。そういうのもまあちょっと面白そうですけどね。まあ、そう、はい、ニュース一つにしても、どんな考え方っていうのが。そうだな。今はまあ別に、まあ話すことがあるから、あれだけど。はいはいはい。まあまあ自己紹介がてらじゃないですけどね。うん。それぞれのその、どんな人間か、ちょっと分かるくらいの内容ですもんね。まああなたはバカ話だけだけどね。はい。いや、だから本当の本当にですよ。例えば、だからそのね、師匠のこと知ってて、師匠、このハリウッド軍団のメンバーを知ってて聞く人は、まあ、いいと思うんですけど、本当にハリウッド軍団を知らないで、もう、知ってるのは師匠ぐらいっていう方が、ラジオあれ初回を聞いて、逆襲ザコシを聞いて、その、どんな風に感じるのかっていう意見、僕知りたいですね。まあ別に丁寧に言ってるから別に伝わってるとは思うけどな。ああ、
そうですね。そこら辺もやっぱちゃんと考えて知ってますもんね。まあ、丁寧には言ってるつもりで。どういう意味ですか。うん。あのね、もう知ってる人はおなじみで、動画とかはあれですけど。うん。そうそうそう。いやまあまあ、また、また回ってくるから、お願いしますわ。ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、よろしくお願いします。はい、今後とも、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ寝るのね、今からね。はい。はい、今から寝ます。オナニーして寝る？はい。オナニーして寝る？いや、もう、さっきしちゃいました。はい、じゃあ、あれでした。ありがとうございました。でした。はい、相変わらずバカですね、ということですね。はい、西鯉はね、いろいろ、ちょっと、仕事が増えてきてるというんで、まあ、メディアとかにもね、いろいろ出てるんで、よろしくお願いしますということですね。はい、JFN パーク、逆襲ザコシの、ちょこちょこパークシーズン2ね、絶賛配信中ですので、そちらも、ぜひお聞きくださいということですね。はい、カラーバートークでございました。ありがとうございました。はあ。